はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回はレジェンド杯やっていきましょう。で、能力の方はね、修行に出してだけなんでそんなに変わってないかなと思います。で、前回言ってた通り、大会でね、ちょっと能力の厳選をしてこんな感じの能力になりました。はい、そして新技ついに出ましたね2枚になってる2連アタック、アタックの上位技。あ、消費ガス10増えてますね。45でダメージ A、 命中 S、 ガッツダウン D でクリティカルが E。 これめちゃめちゃ強いですね。多分ゲルのゲルコプターぐらい強いかもですね、これは本当に。うん、消費ガスも低いし完全にも上がってる感じですね、ダメージ命中と。はい、で今回はこれを使っていきたいなと思います。そしてまずポリトカからいきますか。よし、さあポリトカ大丈夫でしょう。モスト戦がどうなるかっていう感じなんですよね。とにかくガッツダウン技をやめてほしいという思いがあるんですけど、どうなるかさあ始まりました。でホリ行きましたね。ポンポンとここはもう飛ばしていって、お、ちょっと試合の前に、あ、試合もうなっちゃったかじゃあ指示出すよ。さあどんな感じかな。なんか思ってる通りになるかも、このアタック、2連アタックが。2連アタック楽しみなんだけど怖い。想像通りだったら怖いなまあとりあえずガッツ貯めていくんですけど、とりあえずは貯めていくけど、どうだろうこれ、怪しいな。もう見えちゃってんもんなここで見えちゃってんもんな。最高、なんか当たるな。大丈夫か。まあガッツダウンはそんなにないんで大丈夫なんですけど、さあこっちが心配90でいくか。命中率は多分、あ、97% でも音波の方がちょっと高そうですね。歌う、よし、かわした、いくぞ、行きたい、ゴー、どうだ、おやっぱりやっぱりこうなるよな。だって書いてあるもん書いてあんもんなこれ。はい、まずはポリトカ倒しました。いや強いんだけどがっかり技でもある。はい、じゃあ次はモンスト戦いきましょう。豪華なトロフィー来ましたね。はい、続いては伝説の白モス様、モスト戦ですね。これなんかアニメでこういう紹介だった気がするんですけど、さあ行きましょう。久しぶりにこいつのこの格言も聞くか。段なくば登らず、こういう遊び心いいな。いつも飛ばしてるけどいやいいですよ。さあ指示で出していきましょう。能力どうだ。ん、回避以外は全て勝ってんのか。あ、これは強いなモストよりこれ能力高いってのはやっぱり強いですね。さすがバナナ3年。でここも2連アタックを狙っていく。ガッチ貯めての超ガッチョ、これかわしたのでかいよ。このガッチョとかがね、意外にガッツダウンあるんですよね。10、20削られるんで、それを回避できたのはでかい。大モッチ砲、大モッチ砲、よし勝っただろこれ、これ勝ったでしょう。モス様ローリン、よし打つぞ、打つぞ、 80% あるな大持ち、あ、当たったか、ここで当たったか24、大丈夫、まあ大丈夫、80ある、2発打てるから大丈夫でしょう。食らえ、これが2連アタックだ400、7が食らう、よし、もう一丁、あれ倒れ込み変わってんぞ、なんか押してしまったか、倒れ込みじゃない、変えてくれ、よし、移動ができねえ、来た、さあ来い、根性やめてね、根性やめてね、あ、残ってる普通に残ってた。やっぱガッツ補正がないとダメージ出ませんね。いや完全にやったと思ったんだけどそううまくはいかなかったか。さあ勝った勝った余裕でしたね。技も能力も強い。そしてこの上から目線、ふざけんなよパブス、
いつまで経っても上から目線。さあここで結構お金も稼いだんでね、この空白期間で。うん、1万入って人気も100ですね。さあ電動バグさえなければ入れるよ。でここもイエスですね。よし、これはカニ坊主かな、さすがにこのメンツ相手に申し訳ない。よし、バグくくり抜けられましたね。さあ能力の成長、ここ、こんな丈夫さいらないでも仕方ないな、これでやり直してしまうとバグが来るんでね。で油を要求すげえ低い声で要求してくんな。どうぞ。食べてんの？体にめちゃめちゃ悪くない？はい、ということでね、無事勝てたんで殿堂の方を見に行きましょうか。よし、さてさてどうなってるかな。まあ多分あれだと思うんですけど、とりあえずこっちの方見てから、これを見ておくとちょっと比較ができるんで、かっこいいですよね、ファイヤリバーで。ムーもかっこいいんですよねこれ2人とも2体とも絵になってるな。うん、インフェルノで、こいつはどうだろうこれ電動でこれありかタンク倒れ込みとかと違うのかな、これ気になるな。それはこれアタック なんか2枚に分かれてんのかいやーこれですね、こいつの電動入りの姿はこれ悲しい強い技なんだけどな、アタック。はい、そして結局戦績の方は46戦45勝1敗ですね。 32KO で KO 率が7割1分1厘、うん、なかなかですね。で得意技がアタック、そしてこの勝ち上がりのランクの方もやっぱり S になると一気に空いてますね。はい、こんなところかな。いや倒れ込みに見えるんだよなこれ、なんだろう、いつのこれのためにこれ倒れ込んでんのかなそういう時に撮ってんのかな。はい、ということで今回も無事殿堂入りまで行ってくれましたね。いやー強かった、モスとポリトカ相手にも全然楽勝だったんで、やっぱり強いなって思いました。こいつは技も強いし能力も強いですからね。そして今回の新技だった必殺技リレーアタック、これはね多分必殺というか技の中でも相当上位ベスト3ぐらいに入るぐらい強いんじゃないかなって思いました。やっぱりダメージ A で命中 S の技ってのはそうそうないと思うんですよ。まああるかもしれないんですけど、僕はあんまり知らないんで、この2連アタックっていうのは本当に強い技ですね。まあちょっとさっきも言ったんですけど、ゲルコプターと並ぶ必殺技じゃないでしょうか。はい、そう思いましたね。そしてね、前回かな、こいつの寿命がないないって僕が言ってたと思うんですけど、意外に寿命が残っていて、あと技一つぐらいは覚えられそうな感じで残ってるんですよね。だからあとは能力上げるか技を覚えるかで、はい、まあちょっと考えて、これ800ぐらいにした方がいいかなって感じで、はい、次回は仕上げていきたいなと思います。そしてあの最強モンスターのアキレールかハメットと戦っていきたいなとも思ってます。はい、それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。